はい、こんにちは、ココムです。今回はペンテルの P365 のシャーペンを紹介したいと思います。はい、ということでこちらリクエストをいただいていたので今回購入してみました。そしてね、こちら前見た時ね、すごい太軸だったりグリップもグラフセン4プロとかにもね似ているということで気になっていたので今回こちら紹介していきたいと思います。はい、ということで先ほど言ったようにグラフセン4プロに似たグリップになっていて、それと同じペンテルから出ているものです。ただこちらはネットショップとか逆輸入しているお店でないと買えないものになっています。で、私はブンドキー .com で購入したんですけど、ちょっとね入手が困難なものになってるかなって思います。ではね、こちら全体像はどんな感じになっているのかというと、まずこちらの黒い部分は見た目とか触った感じプラスチックでできてるかなって思います。そしてこのグリップ部分のところは見た通り金属でできてるかなって思います。なので素材的にもわかると思うんですけど低重心になっています。ここを境目にすごい低重心になっています。なので先ほど書いたんですけどすごく書きやすくて使いにくいものになっています。そして一番特徴的なこのグリップですね、金属とラバーグリップの組み合わせによってできています。このね黒い部分がラバーになっているんですけど、全体がラバーになってないということで精密な筆記もできるんですけど、ラバーがあることによって滑りにくかったり疲れにくかったり手が痛くなったりということがないので、このグリップはねすごいものになってます。なのでグラセン4プロとかあとはスマッシュとかね人気なもののグリップですね。こちらそういった意味でこういうグリップが好まれているのかなと思います。また安定感のあるグリップによってすごく書きやすいものになっています。こちら製図用のシャーペンかはちょっとわからないんですけど、こんな感じでだんだんだんと階段状になっています。これグラフセン4プロと同じですね。同じようにこんな感じだんだんだんとなっているということで、筆記しているところがすごく見やすくなっています。そしてガイドパイプが長いということで製図に関連したこと、数学で図を描いたりするときとか、あとは絵を描くときとかも向いていると思います。あとはガイドパイプが固定されているということで、折れる心配はちょっとあるんですけど、より安定して描けるようになっていると思います。そしてこのシャーペンのデメリットはまずこちらのクリップですね。ちょっと長めになっているということでちょっと邪魔になるかなって思います。あと言い忘れてたんですけど、こちら見てもわかると思うんですけどグリップが太くなっています。これね本当に個人的にいいなと思ったんですけど、グラスン4プロとは違う部分はちょこちょこあるんですけど、太軸っていう部分はいいかなって思いました。ということで実証タイムに移っていきます。はい、ということでこんな感じですね。やっぱりこのグリップは安定して描けるようになっていると思うし、ガイドパイプが長いということで個人的にすごい好きなものになっているし、あとね太軸が好きな方には向いていると思います。そして階段状の口金ということで画面を通してもねこんな感じで描いてるところが見やすくなっていると思います。そしてやっぱり圧倒的な低重心ですね。低重心ということですごい書きやすいですね。これはね書きやすい機能が揃っているということでおすすめできるなって思うし、書いてみてもねすごい書きやすいなと思うのでおすすめできます。はい、ということで今回はペンテルの P365 というシャーペンを紹介しました。先ほども言ったようにこちらおすすめのシャーペンになっています。特にね太軸が好きという方には向いてると思うし、太軸が好きじゃない方でも長期筆記とかには向いてるかなと思います。そしてラバーと金属の組み合わせのグリップということで安定して描けるようになっているんですけど、滑りにくかったり手が痛くなりにくかったり、すごく持ちやすくて描きやすいグリップになっています。
そしてそれに加えて圧倒的な低重心だったり、ガイドパイプが長かったり、口金が階段状になっているということも相まって、すごい書きやすいシャーペンになっています。気になった方はぜひチェックしてみてください。では今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。